じゃあ、インタビューしたいと思います。はい、優勝された菊池雄介さんです。おめでとうございます。おめでとうございます。はい、接戦、決勝戦も本当に接戦で、1位同着、3位同着、6位同着、まあそれだけでもう10人いるというね、あの接戦でございました。みんなね、1本ずつの差で、6本、なおかつ、1本ね早くてね、10分早掛けの、サドンデスやっていただきまして、2本早掛けだったんですね。で、残り9秒の時にもうかけて、そうですね、ランニング、はい、ということですね、あの、はい、して決めたという感じですけど、はい、初優勝そうですね、そうですね、はい、おめでとうございます。改めて、今日のパターンをお聞かせください。決勝中どんなこと心がけて推理されてました？決勝はもうずっとソフィアの 1.2 を、ソフィアの 1.2、 はい、もうそこをずっと引っ張ってる感じ、ボトムを舐めるイメージで、そうですね、それでもうずっとそれで通した、はい、なるほど、はい、特に決勝中もそんな感じ？あ、そうです、もうずっと、あ、まあクランクも釣れるかなと思って投げたんですけど、まあ反応なかったんで、うん、まあスプーンかな、もうこのソフィアのその 1.2 グラムもう信じて投げた感じですか？はい、おー、素晴らしいですね。カラーはどんな感じで？カラーはオリーブ系の、オリーブ系、はい、なるほど、なんか水色に合わせるような感じ。あ、そうですね、まあ、意識して、あ、なるほどね、ということです。ね、ルアー、自分のね、いろんな道具を使うのもありかもなと思いますけども、まあね、一つのルアー信じて投げる、これもね、一つの手だったかなと思います。優勝の菊池さんでした。おめでとうございます。ありがとうございます。